はい、皆さんこんにちは、ピピエンピキオチャンネルです。今日はですね、タイトルにある通りなんですけれども、キャンプに行ってきたらですね、なんとね、ゴキブリがいたんですよ。今日はキャンプで持ち帰ったゴキブリを試食してみようと思いますので、ぜひと最後ご視聴よろしくお願いします。はい、ということで、キャンプでですね、ゴキブリが発見された時の映像をちょっとご覧ください。どうぞ。いやー、見てください。大ゴキが出てまいりました。だいぶでっかくなるみたいなんですけど、痛い。鎧モグラゴキブリみたい。ジャパニーズ鎧モグラかな。はい、これもちょっとリリースしてみましょう。私は食べません。はい。皆さん、また大ゴキいました。今回すごくちっちゃいですね。これちょっとうち持って帰って飼ってみようかないやー、見てください、また大ゴキちゃんいましたよ。ほらほら見て、大ゴキちゃんいた。これもちょっとまた持ち帰りましょう。ちっちゃいんで。はい、どうでしたでしょうか。それでですね、このゴキブリが、このですね、ウィルキンソンのですね、あの炭酸に浸ってるわけではなくですね、中にこう入れました。まあなんせキャンプなんでね、そんな虫かご持ってかないですよ。はい、それではですね、このウィルキンソンさんからですね、この中に入っているゴキのブリをですね、ちょっと取り出していこうかなと思います。これ開けてですね、出てこないかな、ちょっと切っちゃおうかな。どっかに穴開けたんでな。ウィルキンソンの首が、ウィルキンソンさん、生きてる、あ、いる。何匹入れたっけな、3匹ぐらい入れたんだよな。よしよし、全部生存しておると。これは飼育できるな。あれ2匹だけかな。あれ何匹入れたか忘れちゃったけど、2匹だけか。あら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 、しかもちっちゃい。あらあらこれね、そうなんですよ、このゴキブリの種類はですね、大ゴキブリというものでして、なんて言ったの、朽木の中で生活します。で、餌も朽木です。木を食べて生活するので、まあ、うちにいてですね、よくいろんな方がの絶叫をね、あげるようなゴキブリとはちょっと違うゴキブリなんですよね。まあ、そこはね、野生に、家の中に出てくるゴキブリもね、そんなに気持ち悪いもんじゃないですよ。まあ、人間一番気持ち悪いと思うよ。これ、逆に。人間が。だってさ、二足歩行で歩いて驚異的なスピードで潰してくるんですからね。怖いわ、ほんまに。二匹でしたね。ツーオオゴキブリ。で、ここにおるんですが、全然でかくねえじゃねえか。ということなんですよ。これね、まだ子供です。めちゃくちゃ子供。はい。ということで、木の中にいるゴキブリを今回は飼育しようと思いますので、ちょっとね、飼育する環境を作っていこうと思います。これがですね、かわいいですね。かわいいですね。ちょっとタラちゃんみたいな感じでやっていましたが、どうでしょう。あ、かわいいでちゅねー。で、大きくなるとですね、成虫になると羽が生えるんですけれども、まあ集団生活をしてるみたいなんで、結構ね、羽が綺麗な状態で発見されることが結構少なくてですね、お互い、羽かじり虫なんで、かじり合っちゃってボロボロになっちゃうパターンが多いみたいですね。ではですね、必要なものはですね、まあなんといっても木が必要なんですよ。木。木です。じゃーん。見て。カビてる。オーイエス。これはですね、クワガタを増やすときに使う産卵木っていうやつなんですよ。ホームセンターとかになると、今の季節になると、カブトムシクワガタコーナーに、朽木っていう形で販売されてるものがあると思います。で、これを、もうですね、水を浸してあって、いい感じに湿ってます。ちょっと白くかびちゃってるけど、もうこれぶち込んでやりましょうね。野生の力を見せてくれっていうことでね。
で、ケースですね。ケースはね、まあ何でもいいんで、このぐらいの大きさのやつ。で、壁は登ってこないんですけれども、まあ一応、虫で使うようなケース。まあ何でもいいですわ。壁登ってこないんで。それでそれでね、火を入れただけじゃちょっとまずいんですよね。で、今回ですね、ホームセンターに行ってですね、これを買ってきました。チュクチュク。昆虫くぬぎマット。昆虫くぬぎマットですね。クワガタカブトムシの飼育に、書いてあります。はい。まあ、ここに私が付け加えるとしたらですね、まあ、クワガタカブトムシゴキブリの飼育にということで、まあ、これも使えるんですよ。ね。では、やっていこうと思います。ちょっとね、火にね、水をさっき入れすぎちゃった気がしたんで、あんまりこのマットには加水しないでやろうかな。皆さんもね、最近はね、もう、キャンプブームなんですよ。キャンプに行くとね、この時期やっぱ虫いっぱいいますから、まあ刺される虫とかにも気をつけていただいて、なんかね、面白い虫いないかなって言ってね、キャンプ場歩き回るのも、面白いですよ。ああ、昔ながらの昆虫マットだわ。懐かしい。ちょっとあれだな。もうちょっと水入れようかな。水はね、軽き抜きをした水とかですね。私はすごくお金を持ってるんだ。という方は、水買って入れてもいいと思いますよ。どうでもいいわ。あ、もういいかな。もういいや。あ、手袋した方がいいです。本当は。あ、もう、あ、で、このぐらい引いたらですね。軽くこのぐらい引いたらですね、今度、火を。ジャンジャン。ジャンジャン。そしたらその上からもう、またですね、さっきの、くぬぎマットを入れていきます。よっしゃ。このぐらいでいいかな。木の中でね、野生では生活してるゴキブリちゃんなんで、少し固めにやってあげても、中潜っていきますね。はい。できましたよ。これで、もう、終了。よくできました。ゴキブリの楽園が、ただたった2匹のおチビちゃんなんで、ちょっと先行き不安ですね。で、この持ってきたやつもね、入れちゃいましょう。この粉々になったやつ。かわいい。やっぱりかわいい。結構き、キャン、キャン、入っちゃった、入っちゃった、入っちゃった、早い、早い、え、早い、行っちゃった、行っちゃった、行っちゃった。キャンゴッキー。ちょ、ちょ、わかんねえな、オスメス。今日ゴキの子は少し滞在してくれるか。ああ、行っちゃった、行っちゃった。ああ、行っちゃった、行っちゃった。ああ、もう手邪魔だな。おお。はい。皆様、どうでしたでしょうか。キャンプというワードに引っかかって、ママとゴキブリ動画を見てしまった方、いると思います。今回はね、この場を借りてですね、大変申し訳なく。だがしかしですね、もうゴキブリちゃんこれ可愛いんですよね。これからもですね、動向も、動画として上げていこうと思いますので、ゴキブリちょっといいな。ちょっと見れるわ。ね。あとまあ、キャンプするんで、ゴキブリちょっと探してみようかなって思った方はですね、ぜひともですね、チャンネル登録、グッドボタンお願いします。はい。ということでですね、今日はこれで以上なんですよ。はい。こういう感じで飼育できます。大ゴキブリ。本当はもっとね、大家族でいた方がね、面白いんだけど、ちょっと2匹しか取ってなかったな。それだけ反省ですわ。もっといっぱいの家族で迎えるべきだったなと、ちょっと、後悔してますが、まあこれで大丈夫でしょう。ね、ちょっとずっと飼育してみようと思います。まあ木がね、まあちっちゃいんで、なかなかなくならないと思うんだけど、ちょっと頃合いを見ながらですね、様子見、ね、解体しながら様子見してみようと思いますので、なんか興味湧いたなっていう方いましたらね。まあ、これからも動画を追っていただけるとありがとう思います。滑舌がゴミクズです。すいません。では、また次の動画でお会いいたしましょう。